おお。待って、めちゃくちゃ6番アイアンいいぞ。めっちゃ安定してます。よかった。本当だ。すごい。すごい。この手元一つで、うん、こんな違うの？これで9時、9時、10時、11時、12時みたいな感じで。はい。はい、おお素晴らしい。おお綺麗。そう。あと40ぐらい。本当や。はい、皆さんこんにちは、なみきです。そして、はい、SK48山内すずらです。そして大江香織です。かわいい私たちチーム小柄です。ありがとうございます。お付き合いいただいてめっちゃ恥ずかしいですねこれ。やったことないですか。いや、お二人の後はハードル高すぎて。なんでですか、なんでですか。厳しい。第2回ドハジレディースに備えて今回も香織プロに教えていただきたいんですが、なみきちゃん、なんか悩みとかある？他にってことよね、うん、ある。もうたくさんあるんですけど、うん、まあ、その中でも一番やっぱ自分はショートゲーム、うん、短い距離、それこそまあピンまで残り60、50ヤードの距離をまあ1回やっぱ乗せることによって楽になるんですけど、それがなかなかできなくて、うん、トップやダフリとかショートゲームを学ぶということで、うん、そうですね。私は前回そのプレイしてる時にレギュラーティーから回るとどうしてもセカンドが長くてこうちょっと厳しいなっていうのがあったんですよ。ウッドだとランが出て止まらないし、やっぱりロングアイアンを使いこなせるようになりたいなっていうのがちょっと夢で、やっぱ女の子って力もないしロングアイアンを入れてる人の方が少ないじゃないですか今。少ないですね。なんですけどなぜか負けず嫌いで6番アイアンまで入れてるんですよ。でもかっこいい、それ使ってやってたら。本当？6番アイアンを使いこなせるようになりたいんですよね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと普段通りにやってみたいと思います、はいはい、ただ前回のレッスンでこうクラブを後ろに下ろしながらインから入ってくるっていうのが結構しっくりき始めてるので、うん、それは続けてもいいんですか。もう一緒でドライバーもアイアンも全部一緒ですね。オールスイング関係なく、うん、はい、じゃあ6番アイアン打ってみます。おー、グッショー。おー、グッショー。うん、ナイス。なんか良かったですね。うん、いいの出ちゃいました、うん、何も教えることないいやいや、クリアしちゃった。でもこれ本当たまたま10球って1回出るかぐらいなんですよ、うん、すごい、一発目でそれが出ちゃった。出ちゃった、持ってるすごい。ちょっと続けて、はい、こういうたまたまな球、なんかボールが出るからやめられないんですよね、ゴルフ。そうですね、楽しい、こういう1回が、これもいい、グッショー。ナイスですね。これもいい、グッショー。ナイスですね。ナイス。悩み変えようかな悩み変えようかな。普段どういうミス出ちゃいますか、ロングアイアン。あ、コース出るとやっぱ傾斜があるじゃないですか、うん、つま先上がりの時が苦手になります、急に。あー、なるほど。要はちょっとライが変わってくると当たらなくなる。そうなんですよ。ダフリもトップも出る感じ。どっちかといえばトップが出ます。トップが出る、なるほど。これもいい、グッショー。ナイスですね。ちょっと気になったのが、少し手元の位置が構えた時にちょっとハンドレイト気味なんですよね、はい、こっち。そう、少しちょっとそっちになりすぎてるから、はい、このボールのこの位置のまま手元だけちょっとこっち、ちょっとハンドファーストにする。そうそうそう、少しだけ、はい、まずこれだけでも球は変わってくるかなって。わかりました。この位置で大丈夫ですか、うん、その位置で大丈夫です。今自分の左手がボールの左端に来てる感じです、うん、それで大丈夫です、ね、はい。おお、ドローボール出た、うん、おお、ドローボール出た、うん、お、そう、ちょっとハンドレイトになると、はい、ボールを押しにくい、うん、強く押せない形になっちゃうんですよね。もう少しハンドファーストにしてあげてボールを押せる形に
力強い球が出やすいかな。あ、距離も出るし、ちょっとハンドレートにしてるとボールより手前にヘッドが落ちやすいんですよね。うん、そうするとダフっちゃったり、まあ、あのいろんなラインに影響されやすい。だからいつも通り打てなくなっちゃう。この手元一つで、こんな違うの？左手をリラックスしてブラーンって置いた状態で、ここに合わせて右手を持ってくるって感じですね。はい、あ、確かに自然になりますね。うん、無理してこうやってやるわけじゃなくて、うん、左手に握ったところから添えてあげる。はい、はい、打ってみます。おお、待って、めちゃくちゃ6番アイアンいいぞ。おお、待って、めちゃくちゃ6番アイアンいいぞいい感じ。完全に前回のレッスンから掴んでます、うんうんうん、掴んでるよね、うん、めちゃくちゃいい、うん、いいですよね。音もいいですね、うん、ちゃんとボールからヒットしてる音がしてます。嬉しい。あと振り抜きが良くなりました、ハンドパースにすることによって、うんうん、そうですね、やっぱボールを少し押せる形になってるんで、はい、インパクトした後に腕が自然と伸びてってくれるから、うんうん、それで振り抜きがいい感じになってるんだと思います。怖くなくなったロングアイアン、やった嬉しいこんなにすんなり抜けるんだ、うんうん、めっちゃ安定してます。よかった、本当だ、すごい、すごいめっちゃ安定してる、狂いがないですね全然ね、うん、すごいですね、すごい、さすが、やっぱちゃんと毎回芯でボールを捉えられてるっていうことかな。これがちょっと違うところで当たっちゃうと、やっぱり5ヤードぐらい縦距離平気で変わっちゃうので、うん、これは楽しみになってきましたね。ありがとうございます、カメさん、素晴らしいです、素晴らしい、6番アイアンも素晴らしい、よけたさあ、並木ちゃん続いて、はい、ショートゲームのレッスンを、うん、お悩みが50ヤードぐらい、50とか、そうですね、短い距離かな、うん、普段何番で打ちますか？50だと今52とか。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、お願いします。フルショットだと何ヤードぐらい飛びますか？が多分キャリーこれが50ぐらいだと思うんです。一回打ってみたら、打ってみますね。嘘、あ、今のちがトップしてた、うん、うん、行くんか。ちょっと前回みたいにちょっと右手、右手下から、うん、はい、緩めて、これぐらい、はい、うん、ナイス、綺麗、うん、これぐらい、うん、ナイス、綺麗、うん、これぐらい、そうですね、50ぐらいか52度で、うん、ライがいい時は例えばフェアウェイでほぼ平らな状態から、はい、50ヤード残った時は52度のフルスイングでいいと思うんですけど、うんうんうん、例えばちょっとライが悪かったりして、はい、フルスイングしにくい時ってあるじゃないですか、はいはいはい、フルスイングしたら体勢崩れちゃいそうだなっていう時は、うんうん、もう一個上の番手で軽めに打つのがおすすめです。軽めに打つというのは、そう、フルスイングじゃなくて大体、はいはい、例えばここがフルスイングだとしたら、うん、7割ぐらいの状態から、はい、この辺から振ってくる。ほう、これの上って何番入ってますか？今でも P になっちゃうかも。あ、 P でちょっとやってみましょうか。じゃあまず P でフルショット、うん、ちょっとまた右が張ってきちゃったから、あ、こっちですね、うん、あやべえな、忘れないで、癖忘れちゃう、で顔を残して、残す、うん、はい、おー、うまい、今の。ほんとや、これで変わる。おー、うまい、今の。ほんとや、これで変わる。ナイス。全然、わー、めっちゃ、あー、すごい。右手に力が入ってる。すごい。今で75ぐらい。あ、やば、それぐらいか、じゃあ。だいたい。そう。この状態から、これぐらい？ハーフって、もうちょっといいですよ。ハーフよりちょっと上ぐらい。手が、ハーフ。うん。時計の針で考えるとか、はいはい、分かりやすいかも。時計の針をクラブだと思っていいんですか？そう、はい、ここで9時、9時、10時、11時、12時みたいな感じで、はいはい、そこで考えると、と振り幅のイメージがしやすいですね。9時ぐらい、これも練習が必要なんですけど、10時の時に打つと、はい、あ、大体これぐらい飛ぶなとか、うん、じゃあここから11時ぐらいにしてみて、
打ってみた、あこれぐらい飛ぶなっていうのを自分の中で感覚整理すると、うん、コースですごく使えます、うん、なるほど、そっか、いいこと聞いたね。まあこのナミちゃんのピッチングウェッジで70ヤードがフルなんで、うん、それを基準に考えたらいいですね。あそう10時ぐらいかなのイメージぐらいか、そう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 、わかりやすい、なるほど、10時これぐらい、ちょっと一尻、うん、それぐらい、これぐらい、うん、そう思ったよりね、クラブヘッドの遠心力で止めようと思っても最後行きがちなんですよ。だから自分のイメージよりちょっとピタッとちっちゃいところで止めるぐらいで、あでちょうどいいかも、その最後に、うん、自分で持って、じゃあそれで50ヤードぐらい行ってみましょうか。はい、あナイス、ナイス、あこれぐらい、そうそう、でもフルショットってミート率ちょっと下がりやすいんですよ、うん、はいはいはい、こういう大きい番手で軽く打つ練習すると、はい、あのいろんなライからあの応用が効くので、こういう練習をさっきの52とかだとよくくくることも起きちゃうんですね、コースで行くと、そうですごいショートして、うん、なんか手前にあったバンカーに入っちゃうとか、うん、で結構それでミスしてしまうので、やっぱり、ロフトがついてるんで短いウェッジの方がそうすると下くぐりやすいんですよね、うん、ちょっとロフトが立ってるクラブで軽く打って当てた方がフェースにしっかり乗りやすいです。確かに、うん、それは今打ってて自分もこっちの方が打ちやすかったです、うん、そう、その打ち損じがなくなるっていうか、うん、コースに行くと計算がしやすい、ボールの位置とかっていうのも変わるんですか？そんなに変えなくて大丈夫。ああの短く持ちすぎちゃうと、うん、シャフトがしならなくなるから球がね上がらなくて強い球が出やすいんですよ。ほう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 、そうだからやっぱりグリーンに止まりにくくなっちゃう。なるほどなるほど、うん、だからそんなに短くは持ちすぎないで、振り幅だけ、振り幅だけ、うん、で変えてあげる、変えてく、そう、じゃあください、ください、はい、練習でいいんですか？はい、じゃあ逆にちっちゃいのやってみましょうか。9時ぐらい、9時、うん、9時3時くっ そう、9時か、ちょっとね苦手なんですよ9時だと多分なみちゃんだと、はい、まあ40だ、黄色い旗ぐらいですね、黄色い旗ぐらい、あの辺にキャリーでポンと落ちてくれればいいかなって感じ、うんうん、で構えてもらって、はい、この辺までかな、うん、うわ、で惰性で多分ちょっとこう来るとは思うんですけど、はい、自分の中ではこの辺、ね、ここですね、うん、よし、ここだ、マジゴルフ、おナイス、ちょっとナミキさん多分10時2時だったと思います。嘘、そんな言ってました？え、10時2時だった、あれそんな言ってました？もう一回、おー素晴らしい、おー綺麗、そうあと40ぐらい、ほんとや、おー素晴らしい、おー綺麗、そうあと40ぐらい、ちょっともう一回やってみましょうか、もう一回いいですか？40で、うん、もう一回40、わかりました、おーナイス、これぐらい、そう、ほんとや、今ので9時の感じが分かったじゃないですか、はい、今ので9時ですよね、そう、はい、そしたら今度10時にしてみて、そうすると50ぐらい飛ぶと思うんです。なるほど、ちょっとやってみましょうか。今のが9時でしょ、自分の中でもね、すごい30、20ぐらいなんですよ、あ、さ、そこ違うな、え30じゃない、4時、5時か、ん合ってます？4時、7時ぐらいやな、4時、そう行きます、お、うまい、ナイス、大丈夫、お、うまい、ナイス、大丈夫、あ、でも50、大きかったですか？いや、大丈夫、大丈夫、ぴったり50、よっしゃ、ぴったり、ぴったり、よっしゃ、来た、すごいすごいすごい、すごい、私の飛距離の階段ができてきた、すごい、これの方がやりやすいかも、うん、うん、あと安心です、そうですね、何より、うん、打った時にいけそうだな、ショートゲーム、飛距離の精度が上がってますね、そうですね、感覚でやるのと、うん、決め打ちするのと全然違いますね、うん、違う、やっぱりフルスピードとかによっても、うん、ちょっと変わってきちゃったりするんですけど、なるべく同じリズム、同じスピードで、あとは振り幅で調整できれば、うん、結構シンプルに、レッスンありがとうございました、ありがとうございました、私たちレベルアップしましたか？いや、まあ、このね短い時間でしたけど、はい、確実に球筋良くなってますし、うん、本当にスイングが力強くなって、はい、すごく良くなってるなと、良かったね、本当良かった、なんか何より、うん、
二人のゴルフに対する姿勢が素晴らしいなと思って、熱量というか、ゴルフ好きなんだなっていうのがすごく伝わってきて、うん、多分この見てる方たちにもそれはすごく伝わってると思います。ありがとうございます。もうとにかく勝ちたい一心でございます。もうこの間ね、負けたあれが悔しすぎて本当に頑張ってください。頑張ります。東八レース見てください。はい、成長を。確かに、ね